フォードエコスポーツはフォードが生産している小型クロスオーバー SUV である。エスケープ、クーガよりも一回り小さく同社のクロスオーバー SUV。クロスオーバーのラインナップでは最小の車種となる。開発コードは BV226。2003年からブラジルバイヤ州のカマサリ工場にて製造を開始。ケルンで製造される。 ヨーロッパ版フュージョンをベースに、フォード USA トラックビヒクルセンターで設計された、フォード B3 プラットフォームが使用されている。ラテンアメリカ専売モデルで、ブラジル、アルゼンチン、ベネズエラ、メキシコといった国々では、フォードのベストセラーモデルの一つであり、ブラジルでの販売数ベスト10には、向上的に入っている。2011年には累計販売台数が70万台に、 到達した。2007年末には、フェースリフトが行われ、フロントマスクが、それまでのフュージョン風のものから、近年のフォードのピックアップや、ブラジル向けフィエスタに近い衣装に変更された。テールライト、フロントおよびリアバンパーも更新され、内装ではより上質な素材を用いた新デザインの、ダッシュボードを備えた。エンジンに変更はない。エンジンはすべて直列4気筒。 ガソリンは、ゼテックローカム1.0リットル8、ボルトスーパーチャージャー、ゼテックローカム1.6リットル 8V ガソリン、エタノール、ドゥラテック2.0リットル 16V の3種類。ディーゼルは、輸出専用のドゥラトク1.4リットルとドシーの1種類となっている。FF と MT の組み合わせが標準となる。2.0リットルはオプションで4足 AT と4、WD も選べる。 ラテンアメリカでの成功と世界的なコンパクトクロスオーバー SUV 人気の高まりを受けてグローバル戦略であるワンフォードに基づきラテンアメリカ以外の地域にも投入される世界戦略者となったフィエスタマーク6がベースとなっておりプラットフォームも同一のグローバルビーカープラットフォームを採用している開発は初代と同じく ブラジルカマサリ工場のフォードとブラジルの開発センターにて行われており、ラテンアメリカで開発された最初のグローバルモデルとなる。生産は同工場のほか、中国、インド、タイでも行われている。高剛性ボディを採用することで安全性能と走行性能を向上させ、快適性の指針となる NVH 性能のクラストップレベルを目指している。 コンパクトクロスオーバー SUV としての扱いやすさに加えて着座位置が地上から約 700mm でセダンとミニバンの中間で乗り降りがしやすく先々の交通環境が見渡せるため安全な運転環境にも寄与している横風への耐性とともに路面が荒い状態でも必要以上にハンドルに力を入れなくても安定するなど直進性に優れているほか、 スペアタイヤを高い位置に積載しているため重心位置の関係で重量バランスでは不利となるが、ボディサスペンションタイヤの相乗効果で降臨の設置感が高く快適な乗り心地を実現している。基本的にはオンロードでの使用を前提としているものの、アプローチアングルは25度、デパーチャーアングルは35度、最低地上高も 180mm と余裕があり、アクロの走破性能も高い。 また、エンジンルーム内の電気部品やエアインテークのレイアウトを最適化したことで最大推進 550mm の特化を可能とした。最小回転半径は上位モデルであるクーガの 5.6m に対して 5.5m に止まる。キネティックデザインの進化系であるニューグローバルデザインランゲージに則っ,ったデザインで同社のフィエスタに近いものとなっている。視界は おおむね良好でフロントピラーは太めであるが斜め前方に小さな三角窓がつきサイドウィンドウは近年の自動車デザインに多く見られる後席の下端が後方側に持ち上がるというデザインが優先されている CD 値は0.371で SUV としては優れた数値である SUV でも背面にスペアタイヤが取り付けられたスタイルは近年では珍しいが 力強さと躍動感を融合した SUV を演出するデザインとされている。ルームミラーからはタイヤが見えないよう、リアウィンドウが設計されているため、後方視界が遮られることはないが、その分サイズは小さめとなった。フォードがこだわったポイントの一つが、リアゲートを開けるためのレバーデザインで、右側のコンビネーションランプ部分に組み込まれ、一見ではわからないほどに一体化している。 品質は適度なもので過度な高級素材は使用されていないが、シートは撥水性の高い素材を採用し、カラーはブラックとチャコールの組み合わせのみとなる。エアコンやオーディオなどの操作系はすべてボタン方式で、センタークラスター上部に設置された4.2インチのモニターには各種情報が表示される。収納スペースは20箇所用意されているほか、グローブボックスには エアコンの冷風で飲み物などを冷やす機能も備えている。鉱石のリクライニングは左右独立方式。加湿容量は通常で333リットル。鉱石を倒すと1238リットルに拡大する。エンジンは、名であるガソリンとエタノール共用の2.0リットル1.6リットル1.5リットル直列4気筒。ガソリンの1.0リットル直列3気筒ターボ。 イーコブストの4種類。ディーゼルは直列4気筒1.5リットルの1種類となる。日本仕様の JC08 モード燃費は 14.5kmL で、アイドリングストップシステムは備えていないものの、実用燃費に近いとされる。トランスミッションは5速6速 MT のほか、マニュアルモード付きのゲットラグフォード製6速 DCT。サスペンションはフロントがマクファーソンストラット、 リアはツイストビームトレーリングアームを採用し、シャシーを含めフィエスタをベースとして SUV 向けにチューニングされた。安全面は7つのエアバッグに加えて ABS、ESP、EVA は装備されるが、フィエスタやクーガのような衝突被害、軽減ブレーキシステムのアクティブシティストップはつかない。その他、トルクコンバータ式 AT に比べてより必要性の高いヒルスタートアシストが備わる。 2012年1月、コンセプトモデルがニューデリーオートエクスポで、4月には市販モデルが北京モーターショーで、それぞれ公開された。2012年9月6日、オランダのアムステルダムで開催された特別イベント、ゴーファーザーにて、18ヶ月以内に欧州市場へ投入することを表明した。2014年4月24日、ホードジャパンが同年5月31日より、 日本市場で発売することを発表した。日本仕様はインド製造分が導入され、FF エンジンはガソリン1.5リットルプラス6段 DCT の1種類のみとなる。最新の1.0リットル e コブ b スとは2014年6月時点ではトルクコンバータ式 AT との組み合わせがないため、同 AT が主流である日本市場への導入は見送られた。 2018フォードイーコスポートフェイスリフト2016年11月のロサンゼルスオートショーにてマイナーチェンジ版を発表。フロント部を大幅に改良、リアも小改良され、一部の市場では特徴的だった外付けスペアタイヤを廃止してパンク修理キットに変更している。2016年をもってフォードは日本市場より撤退したのでマイナーチェンジ版は未導入。 ありがとうございます。